服部先生がやってきたのは雄大な琴ヶ浜を望む安芸市赤野。清流赤野川の河口にあるのどかな土地です。ここに土佐酒の伝統、淡麗辛口とは一味違う新しい酒にこだわる蔵があります。あ、こんにちは。またよろしくお願いします。どうも、今日はカッコリーと申します。ハルボールありがとうございます。ありがとうございます。五代目さんですよね。紹介が娘で五代目を継いでるプレゼントになりました。四代目のお父様、はい、こちらは四代目の有光翔さん、そして3年前に後を継いだ五代目の優さん。明治36年創業、親子2人で経営する有光酒造場。初代の蔵元有光伊太郎は安芸出身の岩崎弥太郎と親交があり、江戸遊学の費用を援助した人物。その後三菱財閥を創設した弥太郎に刺激を受け、酒造りを始めたといいます。近年ではフランスの日本酒コンクールや全米日本酒鑑評会でプラチナ賞や金賞に輝くなど、国際的な評価を受けている蔵です。では、これは秋虎の純米吟醸で、うちの中の一番多く作ってる酒になります。有光酒造場を代表する一本、秋虎純米吟醸をいただきます。うまいや。いや、すっきりしてますね、これね。口の中入った時にすっきりさせるっていうね、効果をね、非常にこれなんか重んじてるような気がしますね。この酸で洗い流していきたいっていうことはずっと当時が言ってるので、まさにね、酸でね流していくって感じですよ、本当に。秋虎ならではの美味しさを生み出すのは、吟醸花やお米の甘みを洗い流す爽やかな酸。しかし、もともと4代目が当時として作っていたお酒は酸の少ない高知特有の淡麗辛口でした。そんな秋虎の味を変えたのが、現在当時を務める小木義幸さん。もともと東京でサラリーマンをしていた小木さん、26年前故郷の高知で仕事がしたいと U ターン。ハローワークで有光酒造場を紹介され、営業職として入社しました。僕ももっとこう深く酒造りに関わりたいなということで、当時なら深く入れるんじゃないかと思ったんで、社長にそう話しました。入社して数年で杜氏になりたいと社長に直談判した小木さん。そんな小木さんが注目したのが赤野川の水でした。数値的には軟水ではあるんですけど、舌の上に乗ると何ともこう味を感じることがあったんで、淡麗辛口にこだわるといい酒ができないんじゃないかなと。だから社長が作ってた淡麗辛口が僕は美味しくなかったんでしょうね。もともと4代目はこの軟水で淡麗辛口のお酒を作っていました。しかし、全国の酒蔵を巡り勉強していた小木さんは、この軟水でもお米の芳醇な味を感じながら爽やかな酸で後味をすっきりさせるお酒を作る自信がありました。そう、それは社長とは正反対のお酒。社長の内心はわからないですけど、僕から見てあ、ええよっていうぐらいの感じには見えたんですけど、酸が少ないだけいい酒なんだという、今まで積み重ねてきたものが全く否定されてるような、えって思ったところだったですね。そこまで深くは考えてなかったかもしれないですね。若かったので、ね、いいじゃんこっちでっていう部分もあったかもしれないですね。突き外れっていうんですけど、
お米の中に麹菌がこう突き込んで美味しいこう甘みも持ったような麹を作りたいと。一般的な突き外せ麹っていうのはそれだとあまりにもこう淡白な綺麗な酒になりすぎると思ったんで、もうちょっと表面を覆った上で膨らみのある麹を目指したいなと思いました。こうして爽やかな酸を感じる味に生まれ変わった秋トラ。するとお客さんの声を聞くと、これはすごくいい酒だよと言ってもらえるのが嬉しいのか悔しいのかなかなかね微妙な感覚ではありましたけれども、うん、そうでしょうね。そんな有光酒造場には珍しいお酒も。ほぼ米麹だけで作った全麹仕込みのお酒です。これは2010年に仕込んだ全麹の古酒になります。あ、すごいな。すごいですね。すごいですね。ネゴシアンっていう名前で横浜の亀井酒店さんが何社かのメーカーに依頼して秋トラもそれに参加してやっています。すごい、日本酒じゃないみたい。酒というより紅茶を沸かしたような感じのね、うん、そういう味ですね。ちょっと洋酒みたいな、ねえ、はい、ではこれ一番古い2000年のやつということで。あ、色は薄い。違いますね。ガッとねアルコールがきますよね、うん、それで落ち着いている感じなんで奥行きのあるね、うん、すごいな。これは山田錦を 80% しか削ってないタイプのお酒になります。秋トラ山田錦 80% 精米純米酒。小木さん渾身の新感覚の純米酒です。これは淡麗辛口なんですけど、でもその奥に米の旨みが出てきて、他に作ったことがないような形のお酒に出来上がったので、ちょっとお勧めしたいなと思ってます。まあ、米のね味がそのまま残ってますね。で酸が少しあると油分がある料理なんかにも合ってくると思うので、うんうん、そうですよね、うん、いや相当我慢されたみたいですよいやでももう自分ではやっぱり行き着かない部分に行ってくれてるなというのは、うん、うちらしいスタイルができてきたんで良かったです。あらまでございます思ってます。まずは5代目のユウさんがおすすめするマリアージュ。私の好きな土佐次郎もご用意いただいていますので、ぜひ。幻の地鶏と言われる土佐次郎、今回は特別に安芸市で養鶏加工まで行う土佐次郎専門店の小松恵子さんに炭火焼きを作ってもらいました。今一番脂が多い時期でもありますし、もも肉の中でも脂が多いソリ部分焼いてるんですけども、それでも脂の少ない鶏なので、なるべくこまめにひっくり返して火に当てた方が柔らかくて美味しく仕上がります。僕もね鶏って大好きなねものなんだけど、土佐次郎って特別にうまいですね。またね、もうね土佐次郎もまたうまいんだねこれが。それでうまいのとうまいのでね相乗効果でねすごいですよこれ。飲めたらもっといいけどな。飲めない社長が飲みたくなるぐらいに。どっしりとした旨味の秋トラに合わせる食材探し。お目当てはやはりあの肉です。うまいよね。
何にするかですよね。焼き鳥のようなものにするのか。果たしてどのような料理を完成させるのでしょう。おお、鶏。さすがやっぱりいい香り。いい香り、本当。照り焼き風なのかな、これは。炭火で焼くのとは全然違うのかなと。服部流のね、土佐次郎の塩焼きですね。地鶏の旨味を存分に引き出した服部流土佐次郎の塩焼き。その全貌とは。まず土佐次郎のもも肉の筋を丁寧に取り除き、肉の両面に塩を振ります。浸透させる時間は、塩を当てて3時間ぐらい置くんですよ。塗るぐらいが多いんですよね。振るぐらいがね、塩によって引き立てられてね、これ非常に美味しいですね。筋肉密度が高い土佐次郎は焼き方を間違うと硬くなりがち。そこで服部流の焼き方は弱火で時間をかけて、皮を下にしたら熱した油をかけ続けながらじっくり火を入れていきます。あの時のね、あの来てくださったおかみさん、焼いてくださった方、あの人素晴らしいね。それで、ね、そんなあのちょっと時間かけすぎじゃないのなんて思ったけどね、あのくらいかけるのがいいんだね、やっぱりね。今回それ真似してます。4分ほどしっかり火を入れたら皮目をパリパリに焼き、最後の仕上げ香り付けへ。まずは山椒オイルで爽やかな香りをなじませ、さらに燻製チップで10秒間いぶすことで炭火焼きのようなスモーキーな香りをまとわせます。炭ってね、いぶすとね煙が出るでしょ。あの煙がね、実はあの非常にそれこそ相乗効果になってね、あの食べたいような気持ちになるんでね。あ、香りがねやっぱり違いますね。お塩だけとは思えないこの次郎の旨味がぐわっと、ね、酒が進む。またこのお酒がなんかいい感じに本当に包み込んでくれて、パッと消えていくっていう、こういうこういろんな香りとかいろんな風味とかあるものと日本酒を合わせるってすごい、あの個人的には大好きですね。でこれはすごく合ってる。このマリアージュにはさらなる香りの立役者が。高知が生産量全国1位のみょうがや柚子が鶏肉の旨味香りを際立たせているのです。なんかすごい旨味が、うんうん、野菜と一緒に食べたらめっちゃ美味しい。あ、まあ、ちょっとだけ大変美味しゅうございます。ちょっともしかしたら、うん、お家でもできるかもしれない、ね、期待してかまんがやろう。料理も酒も人も互いの持ち味を生かすこと、そこに生まれるマリアージュはシンプルに見えて奥が深い。さあ服部先生、次はどの蔵で会いましょう。